調布市民放送局がお送りする宮本園恵の詩の世界、詩の魅力をお伝えします。今回は村尾恵美子詩集花しのぶの花影からより抜粋してお届けします。村尾恵美子さんは大分県竹田市のご出身です。九十町の大自然の中で生まれ育ち、そのことがその後の詩作に大きな影響を与えました。長じて看護師として慶応病院に勤務、一人の医師と出会い結婚。その後ご主人様は宮古島のハンセン病療養所に希望して赴任し、その島で69歳の生涯を閉じられました。九十町や宮古島の自然の中での生活と亡くなった夫への思いがこの詩集の2つの大きな柱になっています。詩詞真白い花発行、2004年作品サラサバテイラで第14回伊藤静雄賞を受賞されました。鞘エンドウの真っ盛り。一つの鞘に家族のように並んで収まって、鞘エンドウはいいな、青臭くにぎやかで、一番大きい粒は父さん、形の良い母さんがいて、元気な子たちは跳ねて飛び出しそう。七月の青い風がさやさやと鞘を揺するので、テントウムシが転倒する。一人ぼっちの小さい鞘はきちんと戸締まりをして、一粒でひっそりと鞘に収まっている。遠いふるさとの家では、お豆ご飯作るから鞘エンドウ取っておいで、母さんに小さいざるとハサミを渡されて、おかっぱ頭の女の子が勇んで摘みに行く。大好きなお豆ご飯はごちそうだ。裏の畑にはふっくらと膨らんだ鞘エンドウの真っ盛り。わ、青虫、食べ盛りの青虫一緒に摘んじゃった。早く逃げないとお豆ご飯になるよ。隣の畝のトマトが赤い。一つもいで丸かじり。誰もいない野菜畑。カーンと空が晴れて、鶴のてっぺんで青虫が笑っている。柳氷一つで。小さな柳氷一つを持って上京した18の春。清貧な旅立ちであった。四人部屋の学生寮では荷物のスペースはその程度だ。お嫁に行く時も柳氷一つ。狭いアパートにそれ以上のものは不要であった。小さな柳氷には夢も入って膨らんでいたから。それからいろんなことがありまして、物のあふれる時代が来て、荷物はとめどなく増えていき、いつの間にか荷物の中で酸欠状態。同じものがいくつもあり、例えばセーターうん十枚、靴うん十足、バッグうん十個、食器類、電化製品、本の山。家は膨張して破裂しそうだ。いずれ柳氷一つほどの荷物を持って、老健か特養か老人病院行きになるのだろう。どこかに行ってしまって、今ではもう見つからない私の柳氷。すべすべした心地よい手触りの網目を届かない指でなぞってみる。蓋を開けるとふるさとの草むらから風が立つ。背負いきれないほどの荷物を尻目に、素足で旅立つ日、柳氷の一つも持たずに。土砂降りの雨。次女が生まれた日、育児日記に父親が一言書いてくれた。こんなに可愛い子が生まれてくれてありがとう。小学校に上がるまで私がずっとつけていた娘の育児日記であるが、
本箱の片隅にしまったままで、お嫁に行くとき、私からあげられるものはこんなものしかないとためらいながら手渡した。生まれてくれてありがとう。最初のページにお父さんがそう書いてあると、娘は瞳を輝かせる。この言葉だけで私は生きていけそうだと。今日の花嫁姿をどんなに父親に見せたかっただろう。所詮私には父親の代わりはできないのだから恨みがましく思っていたが、今はいない父親の言葉が古い育児日記の中から小玉のようによみがえってきて、娘は誇らしく、多分一緒にバージンロードを歩いたのだろう。土砂降りの雨の日だった。父さん、天国から土砂降りの雨をありがとう。二番目に朗読した柳氷一つでに出てくる柳氷とは、柳の枝で編んだ持ち運びできる衣装ケースのことです。人生の旅に付き添った柳氷がいつしか不要になり、今は思い出の中にしかない。そして最終連、背負いきれないほどの荷物を尻目に素足で旅立つ日、柳氷の一つも持たずにで締めくくられています。とても良いところです。この作品に限らず、村尾さんの作品は難しい言葉を使わずに描写も穏やかです。土砂降りの雨の中では、今はいない父親の言葉が古い育児日記の中から小玉のようによみがえってきてとあります。読者の日常の言語感覚に近い言葉を使い、それを見事な詩の言葉に転じて作品を形作っています。後半は亡き人や巣立っていった子供への思いを綴った作品をご紹介します。大切な人との別れは誰しもが経験すること。詩の内容は素直に伝わってくると思います。それでは後半をお聞きください。ラクダ色のコート。久しく行くこともなくなっていたデパートの紳士服売り場、マネキンが着ているラクダ色のコートが目についてふらふらと引き寄せられていく。生地を撫でたり透かしたり、ハーフ丈で肩幅も合いそうで、まるで本当に買ってしまいそうに丁寧に品定めをする。家のロッカーにかかったままのコートはもう古くなって時代物だし、透明で透き通った人にあのラクダ色のコートを着せてもういっぺん一緒に歩きたい。色づいたポプラの木がうっとりと紅葉を落とし、木漏れ日がにぎやかに降り注いで、心は旅立っていく。昔訪れたイスファンの町、サファビー朝の時代にはイスファンは世界の半分と言われたほど繁栄を極めていたそうだ。町にはペルシャンブルーのモスクが似合うが、一緒に歩いている人のステンカラーのコートもよく似合う。私はすっぽりとスカーフをかぶる。この国では女性は皆チャドルをかぶる決まりだ。バザールで会った女性たちはとても人懐っこい笑顔だった。33橋のたもとにあるチャイハネによって一休み。白い橋を渡ろうとしているが、33個もアーチがある長い橋は先の方が薄らかに霞んでいる。透明で透き通った人は川面の夕映えにますます透き通って見えなくなっていく。木の食卓。今にある食卓のテーブル、今ここに着くのは私一人。食器が押し合って並んでいたのはいつの時のことであったか。
伸び縮みできるテーブルを伸ばしては賑やかな夕げのひとときがあった。今いつだって私一人だ。テーブルの上に乗っているのは心寂しさとわずかな食事だけ。戸の隙間から不意に誰か入ってくるが、多分ウサギかカメかカブトムシだろう。子供たちの飼っていた。最近食卓の木が奈良の木であることを知った。のどかに年輪を重ねた森が遠くでふっとめまいする。家に来て30年以上毎日使われ、食欲の旺盛な子たちが揚げたての鶏の唐揚げを食べ、ケチャップをこすりつけジュースをこぼした。冬の日が這うように差し込む食卓で、うらさみしさにナプキンをかけてコーヒーをすする。そんな時テーブルは静かに語り出す。こびりついたシミやいくつかの傷について、そして思い出したように、奈良の木は大きな葉を風にそよがせながらまっすぐに森に立つ。花しのぶの花影から、九十高原から一つ山を越えて、楓のむせる緑の中、木と同じリズムで呼吸しながら緑色の目をして登ってきた。山に囲まれてほっこりした草原、波立つ草の中、花しのぶの花が咲いて、薄紫の佇まいがゆかしい。飯盒炊飯する岩場のほとり、ほとばしる沢水が冷たく、こぼした米粒はすすがれて透き通り、山ぶどうの実が熟れて甘酸っぱい悲しみが広がる。花しのぶの花影から不意にアゲハチョウが現れるように、澄んだ光の中で遠い日の君に出会う。棒がつる山の頂から雲が湧き、薄紫の花がこぼれて、光の中で君の声がこだまする。宮本園恵の詩の世界。今回は村尾恵美子詩集花しのぶの花影からより抜粋してお届けしました。調布市民放送局がお送りする宮本園恵の詩の世界、いかがでしたか。解説は宮本園恵、朗読は峰田理香子でした。この放送は調布市民放送局のホームページでもお聞きいただけます。調布市民放送局で検索なさってください。それではまた来週お会いしましょう。